様、お待たせいたしました。勝利監督インタビュー、小久保監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。侍ジャパンのゲーム勝利に終えました。今振り返っていかがですか。はい、侍ジャパンが発足してからですね、ここ名古屋ドームでの初めての試合というところでですね、非常に選手たちも気合い入りましたしね、名古屋のファンの前で、いい形で勝つことができるわけです。今日は今も話を聞いてますけども、本当に満員の中で大きな声援近くでしたね。はい、特にドラゴンズの、ね、選手たちの本拠地ですから、大野にしろ平田にしろね、もうこれ以上ないパワーをもらったと思いますね。平田もいいところで打ってくれました。ピッチャーについてもしていきたいんですけれども、出てくるピッチャーは菅野投手から始まって非常にいいパフォーマンスを見せてくれたと思います。監督の目にはどう映りましたか。はい、台湾のですね、打線は現時点で台湾リーグの中でのトップ選手の集まりでしたから、いいバッターが揃ってたんですけども、日本の誇る投手陣たちがですね、個々の選手たちが最高のパフォーマンスを発揮してくれて、カウントリレーという最高の形で締めくくれたと思います。そしてその中でも新戦力として呼び寄せた秋吉投手の登板がありましたが、そのあたりどういうふうにご覧になりましたか。はい、あんなにスピードが速いんだと、まっすぐ速いんだと思いながらベンチで見れました。監督、この2試合というのはどういう位置づけで戦っていってらっしゃるんでしょうか。来年 WBC がありますので、台湾とは必ず予選で当たると思いますし、そうは言ってもですね、開幕を控えている選手にとって、とりあえず選手は全員使い切ろうという、その両方を兼ねてやっています。あと2試合、明日残されています。明日に向けての一言もお願いします。はい、明日大阪ドームで、ね、試合がありますので、なんとか明日も勝っていい形で、侍ジャパンの試合を、ね、締めくくりたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労さまでした。
Japan national team wins the first game of the Samurai Japan warm-up game series by a score of 5-0.